オウム真理教の元信者高橋克也被告の裁判はきょうから被告人質問です高橋被告は4つの事件に関わったとして殺人の罪などに問われていますが地下鉄サリン事件については初公判でサリンとは知らなかったなどと無罪を主張していますしかし証人として出廷した死刑囚からはサリンを撒く量を増やすと話している場に高橋被告がいたとする証言が出るなど 食い違いも見せています中継です高橋彦の裁判は今日で33回目になります初公判以来の発言の機会になるだけに高橋彦が何を語るか注目されます高橋彦は4つの事件で殺人などの罪に問われていますが地下鉄サリン事件では撒かれたものがサリンとは知らなかったなどとして無罪を主張しています これまで死刑囚を含む証人尋問が行われましたが事前の協議の場に高橋被告がいたかどうかまたその場でサリンという言葉が出たかどうかなど証言に食い違いが生じています今日の被告人質問に高橋被告はこれまでと変わらぬ黒いスーツと青いネクタイ姿で入廷しましたややかすれた小さな声で証言を行っていて現在はこれまでの生い立ちからオウム真理教に入信した頃の話に入っています 入信のきっかけは松本死刑囚の本を読んだことで当時は超能力的なことに非常に関心がありましたと証言していますこの後高橋国が実行役の支援や運転役を務めたとされる VX 襲撃事件に関する質問が始まります